続いては脱落 700m 走。 700m 走ってこいってこれどんどん脱落。ああダメだ。あ頑張りましたよね。いや池田頑張ったね。ここは残ってましたね最後の方で。池田ボロボロだもん。本当だね。ずっと暗闇のベチャベチャしたとこに住んでそうだね。だけどボロボロ大会優勝なんだよ。でも自分で見てもめっちゃ気持ち悪くて。